皆さん、こんにちは。妙流寺住職の水野です。ご縁に感謝いたします。この動画を見ていただきましてありがとうございます。えー、当時はですね、私で4代目にあたりますが、えー、初代の時よりですね、えー、目には見えないことで、えー、お困りの方やお悩みの方、えー、またね、えー、原因不明の病気、えー、長引く精神疾患ですね、 えー、そういったもので、えー、お困りの方のお手伝いをさせていただいております、えー、一人でね、えー、お悩みの方がいらっしゃいましたら是非一度当人にご相談してくださいきっとお力になります